前回は抗不安睡眠薬の成績についてやりました。今回は副作用についてやっていきます。ベンゾディジピン受体作動薬ベンゾには様々な作用があり、その裏返しとして様々な副作用があります。図に示す通り、あたかもアルコールで酔っ払ったかのように何事も不安でなくなり、意識がぼーっとして眠たくなります。ついでに痙攣も止まります。しかし非常によく効くのがむしろ問題です。ベンゾを飲むと瞬間的に不安がなくなりますので、薬の効き目が忘れられなくなります。つまり薬物依存の恐れがあります。アルコールと一緒です。医薬品の規制当局である PMDA は2週間以上毎日飲むと薬物依存が形成される恐れがあると指摘されています。ベンゾの添付文書にも薬物依存の恐れについて書かれています。ベンゾの抗不安作用の裏返しの副作用として脱抑性があります。どういうことかというと、薬を飲んだ時は不安がなくなるために普段なら怖くてできないような大胆な行動に出てしまいます。人間は不安があるから対人関係を構築できます。例えば他人を見てデブとかハケとか仮に思ったとしても、それをそのまま口にしてしまうと嫌われてしまうと不安に感じて口にするのを自制するのが普通ですよね。ところがベンゾによって不安がなくなってしまうと抑制が外れて脱抑性となり、ズケズケとデブハゲなどと物を言って人間関係が壊れたり、何事も我慢できなくなってイライラしたり怒りっぽくなったり問題行動に出たりします。境界性パーソナリティ障害という衝動をうまく自己制御できない特徴がある精神疾患があるのですが、その境界性パーソナリティ障害の患者16人を対象にベンゾ系抗不安薬のアルプラトラムまたはプラセボを1ヶ月投与し、衝動行為の頻度を比較した無作為化二重盲検クロスオーバー試験があるのですが、それによりますと大量服薬やリストカットといった重大な衝動行為はプラセボ期の 8% に見られたのに対し、実薬期では 58% に見られました。例えば表の症例番号1番2番3番4番6番の人はプラセボ期には何の衝動行為もなかったのに、実薬期には自傷行為互い行為に出ています。明らかに薬が悪いです。病気は悪くありません。かえって逆効果に出るのをキー反応と言いますが、小児と高齢者はベンゾのキー反応が起こりやすいとされています。脱抑性とは別に過鎮性と眠気と筋弛緩も問題です。というのもこの3つの副作用が揃うと転びやすくなるからです。若者ならばともかく高齢者にとっては重大です。睡眠薬と転倒骨折の関係を調べた18編の観察研究に関する、メタ解析によると、高齢者にベンゾを用いると股関節骨折の発現率が上昇するというふうにされております。次にメラトニン受容体作動薬である睡眠薬ロゼレムです。ロゼレムは乱用のリスクがベンゾよりも低く、プラセボと同程度であることが臨床試験で証明されている睡眠薬です。国内治験の治療薬との因果関係が否定されない有害事象の発生率を比べてみますと、プラセボ群 7.1% に対し実薬群である 8mg 群は 7.8% で大きな違いはありませんでした。主な事象は軽眠、頭痛、めまい、倦怠感でした。最後にオレキシン受容体拮抗薬である睡眠薬ベルソムラです。よくある副作用は軽眠、頭痛、疲労、異常な夢、悪夢ですが、稀ですが重大な副作用として自殺関連有害事象、つまり死にたくなるという副作用があります。ベルソムラ、国際共同治験で報告された1000人年あたりの自殺関連有害事象の発現率は容量依存的に上昇し、プラセボ群が 2.52 なのに対し本剤低容量群は 7.47、 本剤高容量群は 10.01 まで上りました。つまりデータを前提とすればベルソムラは飲めば飲むほど死にたくなる睡眠薬であると言えます。今回は以上です。ご清聴ありがとうございました。次回は抗不安睡眠薬の診療指針についてやっていきます。